桜井誠ニュース。一つ目、高市早苗、増税批判。マスコミ、総理周辺から辞表出せ発言。二つ目、中国人、もう日本終わりだよ。久しぶりに来たらサービスの質の低下がひどい。日本の強みが消えてる。三つ目、パチンコ業界が苦境。マルハンまでもが閉店ラッシュ。一撃満杯の革命期は救世主になれず。四つ目、韓国人の 66%。韓国文化は先進国レベル。高市早苗、坪市先生ですね。坪市先生、増税反対。マスメディア、総理周辺から辞表出せの発言ということで、いや、これね、坪市さんは、匿名の卑怯な人には屈しないとか言ってですね、まあ、こんなこと言ってるんですけれども、あんただってね、あんた自民党のこのね、増税路線っていうのは決まってるわけだから、今頃になって反対ってなんだよ、それと。で、それ本気で反対するんだったら自民党から出ろやっちゃう話ですよね。そうでしょうに。じゃないとおかしいでしょ。坪市早苗にとって、国民のね、その増税っていうのが国民生活にどんだけ影響を与えるかっていうことぐらい分かりそうなもんでしょうに。でもそれはあくまでもパフォーマンスなんですね。だから自民党を割って出るなんていうことは、そんなことしないわけですね。まあ、所詮は、安倍坪蔵のですね、こう、仲間というかね、もう、壺絡みですね。まあ、壺っていうのはですね、とにかく日本をですね、腐らせりゃそれでいいわけですよ。で、日本人が変な罪悪感を持ってくれれば、もうそれにつけ込んで、韓国人がですね、お前たちの先祖はね、昔韓国にひどいことしたんだ、だからこれはね、天罰なんだと言って強姦する。で、あるいは何ですか、信者から金を巻き上げる、こんなことを平然と繰り返してるんです。で、挙句の果てに日本代表に脅迫状を叩きつける。面白いことしてくれるじゃねえかっていうことでしてですね、北関東のね、米山さんたちにね、ちょっとお願いして、土浦教会でちょっとね、抗議凱旋をやれないもんかということでしてですね、今ですね、こういろいろやっておりますので、まあ皆さんお楽しみ。はい、ということで続いてのニュースに行きたいと思います。続いてのニュース、シナ人、もう日本は終わり。武漢肺炎下で久しぶりに来たらサービスの質の低下がひどい。日本の強みが消えたということで、まあ、その前にですね、武漢肺炎をね、世界中にばらまいたこのシナ人、来るなって話ですけどね、まあ、来るなったって日本政府がね、シナ人にいらっしゃいいらっしゃいってやってるわけですね。もう本当にね、安倍坪蔵からですね、安倍坪蔵からこうみんなね、こうろくでもない連中ばっかりですよね。もうこうなんて言うんでしょうかね、シナ人にね、こう自分の国へ来てくださいと言って散々ね、あんた日本に引き込んだのはこの坪蔵ですよね。で、その後の日本政府の動きも結局坪蔵の動きに連動して、ずっとここまでですね、武漢肺炎下だつって言ってるのに、で今シナでね、バタ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 人が倒れてる。これね、武漢肺炎の初期の状況とそっくりなんですよ。突然、ある日突然歩いてた人が倒れて、そのまま動かなくなって死んじゃったとかですね。で、それが今も繰り返されているということは、多分ですけれども、まあこれ、わからないですよ。わからないけれども、何らかの拍子で、こう、武漢肺炎のね、リピートじゃないかなと。もしかしたらその武漢肺炎のプロトタイプがこう襲ってきたのかもしれないし、あるいはそのシナワクチンですね、シナ製のワクチンが体の免疫をですね、こう攻撃しているという可能性だってあるわけですよね。
まあとにかくね、シナ人のね、こう、まあ、日本に対するとんでもない批判なんですけれども、まあ、ただね、それはそれとして置いといて、確かにね、今日本のですね、ホテルの質というのが下がってるということは、いろんな人が言ってるわけですね。まあ先ほども言った通りです。日本は終わりに向かって突進中です。そうですね。シナ人をなんで日本に入れるんだ。要は日本がですね、シナに飲み込まれようとしてるわけですから。しかも自分から進んでね、シナの胃袋に収まろうとしている。もちろんね、それも一つの日本政府としての決断なのかもしれないけれども、日本第一党は冗談じゃねえやいということでね、日本人として最後までですね、嫌だと、こんな連中とあんたね、心中するのはごめんこうむるということで、叫び声を上げ続けていこうと思います。さあ、ということで、続いてのニュースに行きたいと思います。これ最後になるかな。パチンコ業界が苦境、マルハンでも閉店ラッシュ、一撃万倍の革命期は救世主になれずということで、全国パチンコチェーンのマルハン、マルハンは砂川市内のマルハン店舗を戦略的に再配置する。地域のパチンコ需要が伸び悩む中、生き残りに向けた新たな店舗戦略の一つの手段となりそうということで、まあ、パチンコ店の業界最大手と言われているのはこのマルハンなんですね。まあこれね、いろいろ言われてますけど、このね、会長のハン・チャンウっていうね、このクソジジイが密入国してきたジジイなんですね。で、密入国、当然犯罪行為ですから、あんた絶対にこれ、日本国民として帰化はできないはずなんですよ。で、これを法務省に桜井が直接確認したんですけれども、法務省に確認したところ、いや、それは1952年以前に行われたことであれば、52年以前はアメリカの統治下にあったから、ですから45年から52年までの7年間はアメリカの統治下にあったんで、日本国憲法、日本の法律に触れているとは言えないというね、そういう発言をしておりました。本当にね、こう、法律が法律として適用しないのが我が国なんですね。で、この朝鮮人は今、日本人に帰化しております。本当に舐め腐ってるんですけどね。金さえありゃね、罪でも何でもですね、もみ消せると思ってるんです。もうね、本当にこう、ろくでもないですよね。まあ、ということでしてですね、このですね、マルハン、まあ、このまま潰れてくれりゃ、それに越したことはないんでしょうけれどもね。はい、ということで、今日最後のニュース、まあ、これはお伝えするだけだと思います。もう時間的にお伝えするだけなんですけれども、連合ニュースが伝えたところによると、朝鮮人の66%、韓国文化は先進国レベルであると答えたそうです。ということで、いつものですね、朝鮮人の寝言コーナーでございました。まあ本当にね、自分の文化をですね、先進国レベルだと勘違いするのはいいんですけれども、まあ勘違いする前にですね、まずトンスルをやめなさい。ね。まずね、あんたたちのその野蛮な風習をね、やめるべきですね。いや、犬を食うなって言ってるわけじゃないんですね。犬食ってもいいけれどもね、あんた可愛いワンちゃんをね、撲殺するとかですね。あとは何ですか、猫を生きたまま茹でるとか、こんなふざけたことをやってる限りにおいて、先進国レベルでは絶対にありえないということですね。